はい、じゃあお願いします。よろしくお願いします、片岡さん。ウェイ。やっぱが、あのガンちゃんの顔見たらやっぱホッとするね。ありがとうございます。元気だけが取り柄ですから、私は。いつもね、みんなの前で元気にさせてくれてるけど、俺一人の時どうしてんのかなと思って心配してんねん。一人の時はズバリ寂しくしております。あのいつもね、あの現役中から俺たちいつもがね、頑張ってくれてたけどさ、一人の時僕も疲れるんですよってポッと言ったことがね、俺耳から離れへんよ。もうトイレの中が一番落ち着くとか言った時もありますよね。だね。でもあのちょっと振り返ってみればね、はい、まあ、俺とまあガンちゃん2つ年違うんやけど、はい、だからまあプロ野球選手としてやっていけるなっていう風なね、年が俺96年ちゃうかなと思うね。1996年。はいはい。俺の記憶の中ではあの開幕が雨で流れてね、で初めて、スライドで西崎さんが予定だったんだけど、ガンちゃんが初めて開幕投手を務めたのが96年ちゃうかったっけ。その通りです。95年に僕初めて規定投球回数に届き、で背番号も一新18番いただき、で96年開幕ローテーションは掴んでたんですよね、はい。でも雨で、当時グリーンスタジアムの試合が、開幕戦が雨で流れて、ピッチングコーチがテクテクテクとやってきて、開幕投手の予定だった西崎さんがスライドを嫌がったので、2戦目登板予定の岩本そのまま行くぞって僕言われたんですよ。でもこういうなんてさ、あとあとこの間西崎さんに聞いてもね、はい、あと分かることって多いやん、はい。西崎さん開幕投手7回か8回かやっておられるんやけど、やってますかね、はい。で、あの年も本当に開幕投手やったんやけど、はい、西崎さんは開幕なんで2日ぐらいずれても、ま、何のこともないんやで。ああ、はい。だからあれをなんか、俺行けたのになんかしらけど、ピッチングコーチがまあ西崎次一回飛ばそうみたいなこと言われてっていうふうなこと言われてたんで。それね、片岡さんのチャンネルで僕それ見てびっくりしたんですよ。やっぱそこに難しさがあるもんやと思ってたんですよね。開幕投手の？いや、開幕投手もそうですし、スライド登板の難しさがやっぱ百戦錬磨の西崎さんも心得てて、まあ、特にその神経使う開幕戦でスライドは避けた、まあ、それも本当その自分の名誉を捨ててまでもプロフェッショナルやなってずっと思ってたんですよ。でもそういうことって本当にあるよね。ありますね。まあでも片岡さん、こうやってね、現役の時の思い出話ができるっていうのはほんまに元気になってよかったっすよ。いや本当にありがとう。どれだけ心配しましたか。あの連絡するのも気遣ったんですよ僕。本当ありがとう。もうね、初めすぐ入院って言った時に、連絡した時に、あの返ってくる言葉、もう LINE の行一つもすごい弱々しかったんですよ。うわ大丈夫かな、いつも炎満開で来るスタンプとか押してくれるのになくて、ほんでもう、ほんではテレビでコロナウイルスに感染しましょうなんて言うから、うわさすがのうちの兄貴もウイルスにはかなわんかと思いながらずっと静観してたんですけど、ある時ぎゅっそりした先輩が退院できるようになりました。でもどれだけホッとしましたか。本当ありがとう。いやとんでもないです。その時に LINE した、もう帰ってきたレスポンスが力強かったっすよ。安心しました。いやいや、もうガンと喋ると一番元気出るよ。あれだよ、そう言ってもらえれば嬉しいですよ。もうげっそりされて、でなんかもう蛍光色のウェアまで着るようになったんですね、もう。ガボガボですわ。あ、それ入院する前はピタッとしてたんですか、どっちか言ったら。ですけど、はい、8キロぐらい落ちるとね、はあ、まあまあ、まあ、これ50今年1になるんやけど、はい、入院2週間ちょっとするとやっぱりいろいろ考えることもあるしね。やっぱこうやって体もやっぱり、この体重を維持していきたいなと思うしね。はい。だから、いろいろなこう、まあ、考えさせる、考える時間があるね。まあ、時間だったですよ、本当に。ご家族の方はもうその心配も解放されてだいぶ落ち着かれてますか。もう本当に俺もやっぱりまだね、退院したからといってやっぱ人とそんなに接触しない方がいいんでね。俺もやっぱりなんかこう、あまりまだそこまで体力も回復してないし、はい、まあ、家族もまあ今ちょっとまだ離れてね、あんで、ちょっともう少し俺もここは養生というか我慢してね、はい、元気になってね、はい、本当にこういっぱいつけて返せるようにね。はははいや、ほんでまあ96年やけど、ああ、すみません、すみません、はい、
初めてその開幕投手やったけどさ、あれあのスライドしてもやっぱ開幕ってやっぱ緊張したもん。いや僕ね2戦目登板でもうとりあえずシーズンの一発目やったんで、そっちの緊張の方が大きかったんですよ。開幕投手というよりも、ほんで僕自身がその前の年に規定投球回数行きましたけど5勝7敗で負け越してたんで、もう絶対に2桁勝利あげたいという気合満々だったんですね。でスタート絶対いいスタート切るんだ、もうしかもイチローのいるオリックスやということで、で神戸の球場着いてフェンスがブワーッとデコレーションされてるじゃないですか。あれ見て、あ、そういえば俺開幕投手ってやつみたいな、そんな感じだったんですよ。まあ、開幕よりも自分が今年の1試合目っていう方が大きかったわけやね。そうですそうです、はい。でもあの時は調子も良かったよね。そうですね、もう気力体力十分で、初回こそちょっとバタバタしましたけど、あと結局僕、ビジターですから8回完投の初回の1失点なんですよね。はい、大きい欲の中ではさ、オリックスに強くなかった、そうでもなかった。僕ね、足か結局その年からかな、足掛け 2,3 年で僕10連勝してるんですよ。で96年もね、最後9回アウトでノーヒットノーランしてるやんか、はい、あ、よく覚えてますよね。あれ9月11日ですよ、9月11日、田口壮にセンター前ヒット打たれたけどさ。そうですそうですそうです、初球9回の初球ですよ、9回の初球。先頭バッターやったっけ。先頭バッターです、はい。だから、まあ、めちゃめちゃ記憶力いいですね。あの時11勝かぐらいしたっけ。あ、僕10勝8敗で終わりました。けどそのなんていうのか、数字以上に内容が良かったんちゃう、はい、なんかあの、まあ、自分のこだわりもあったんですけど、よく完投させてもらったのと、あと完封目前で9回に失点される試合が3試合ぐらい続いたの覚えてるんですよ。あの山形かどっかあの辺でさ、ニールに逆転ホームラン打たれたの、あの年か。それです、岩手県ですよ。大谷翔平が160キロ出した球場ですよ。あれ、あの球場、あの球場です、あの球場です。あそこで星野さんとまた投げ合ってるんですけど、なんで星野さんやね。0対0だったんですよ、ずっとスコアが。ほんで0対0で8回の、8回の表か9回の表に珍しく押し出しで1点取ったんですよね。そう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 。ほんで9回の裏2アウトランナー2塁でバッター余剰さんだったんですよ。三遊間ちゃうの。そうです、僕2ストライクまで追い込んだんですよ。これちょっとボールに勝負なんか入ったかなんかちゃうの。いや、その前に2ストライク目が足元のファールだったんですよね。で僕も追いかけていったんですよ。でキャッチャーもボテボテなんでバーッと追いかけてきて、で結局ファールって言われて、でキャッチャーの田口さんがアンパイアからボールもらって、で僕に手渡しの時に最後どうするって一言言われたんですよ。で僕グラブで顔隠してストレートで最後締めますと、そう言ったんですよね。ほんなら田口さんもよし、オッケーって顔やってオッケー。ほんでアウトコースに渾身のストレート投げたらちょこーんとバット出したんですよ。そうそんな三遊間の内野安打ですよね。そうでもあの時はさ、もう3球勝負行こうと思ったわけ。もう3球勝負でした、3球勝負でした、もう。ほんでその前にベンチから上田監督がおいガーンガーンって言うから、パッて振り向いたら落ちる球投げー言うて、もうこんな勢いで、ほんで僕が、はいって言ってストレート投げたんですよ、その後。あ、はい、ストレート投げたんですよ。ほんで内野安打なって一塁三塁なって、でまたベンチが来るな岩本って言うから、パッて振り向いたら上田監督が岩本落ちる球投げ言ってるな、落ちる球投げはいって言って、もう思いっきりストレート投げてしまって、二塁にサヨナラスリーランですよ。あれもストレートやった。ストレートです、ストレートです。完璧なホームラン。真ん中高めに行って、もう場外です、場外。いや、だからすごいね。すごい覚えてんねん。はい。だから、あの、すごいいいピッチングしてて、その、あの、9月の11日のね、9回までそのノーヒットノーランの時もね、なんかね、その時の余剰さんに、強烈なライト線打たれへんかった、はい、そうです。俺あの時ファーストやってん。はい、頭の上ですよね。そいつだから、そんなんでね、ほんと微妙な判定やってん、はい、あれパッと線の外かすったんちゃうかなぐらいの。ああ、揉めたよね。揉めました、すごい揉めました。揉めたよね。あの時
ファーストの塁審が立花アンパイアだったんですよ。立花さんやった。はい、ほんでパッとちょっとラインドライブしたいみたいな、こうライン際に切れそうな打球で立花さんに当たりそうになったんですよ。あ、そう。アンパイアに、ほんでうわって手上げて避けて、そのままファールって言ったんですよ、あの人。いやいや、昔のパ・リーグでそういうことがまああるやん。ほんで僕から見てもあフェアかな、オンラインかなと思ったんですけど、そうそう、橘さん手下ろさなかったんですよ。お、下ろせなかった。僕あの時下ろせなかった、うん、ファールとか言って、ほんで僕マウンド上でラッキーって叫んでるんですよ、うん、ほんだら余剰さんがえらい怒って、そう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 、えらい怒って、ほんでその時に岩手のサヨナラホームランの試合を思い出して、僕落ちる球投げて三振取ったんですよ。それも覚えてる。ほんなら珍しく余剰さんがバットをへし折るぐらい怒ったんですよね。投げるか。そうそう、怒ってたよ。はい。はい。ほんで、それで結局9回の表まで行って、もうノーヒットノーランかと。うん。で、球団関係者、後から聞くと、なんか乾杯のビールまでブワー用意してくれてたんですよね。で、初球にカーンってセンター前打たれて、そのビール全部直したらしまったらしいですよ。あれ、初球フォークボールじゃん。チェンジアップかなんかが浮いたんですよ。はい。よく覚えてますよね。俺もあの時ファーストやったから、やりそうな雰囲気もあって。はいああはい、最後の天王山ですよ、そうですよね、優勝争いしてました。あれ2連戦やってね、でその前の日に川崎球場で練習して田口が肉離れしたのよ。はいはい。だからで初戦はね、野田さんかなんかで負けたんちゃうかな。わあ、それ覚えてないです僕。2戦目は多分あれ5対0かぐらいだんちゃう、もうちょっと僅差やったかな。初戦はね1戦で負けたのよ。まあ結構余裕持って投げてて完封したの覚えてます。5対0かなんかそれぐらい。あの2連戦の前に上田監督がちょっと休養したのよ。そうですそうです、覚えてます。ほんで僕初完封できずにいつも9回に打たれてたんで、初めて完封したんですよ。いつも気にかけてくれてた上田監督に、初完封のボール上田監督へってサイン書いて、で住友平コーチに渡して、でいつもあの人試合終わったら家に行かれてたんですよね、はい、ほんで持って行ってくれたんですよ。ほんで次の日の新聞見たら、上田監督がパッとボールを握ってる写真が写ってたんですよね。あ、そう。で、後々に上田監督の奥様と電話でちょっと話すことあった時には、いやもう貴重なもんいただきましてって、なんか僕お礼言われたの覚えてます。まあ初冠、まあ俺もちょっとそう、まあね、こういう年になって指導者するとそういうことでやっぱものすごく嬉しいんちゃう。あーですかね。もう本当にその岩手のサヨナラホームランを打たれた時も、仙台に移動して次の日に僕、上田監督に昼間に部屋に呼ばれて、自分の心の沈め方っていうのを教わったんですよ。あ、興奮しとったから。はい。で、若気の至りってこういうこと言うんだぞみたいなこともすごく丁寧に指導してもらって、それが生きた完封だったので、すごく感謝の気持ちでいっぱいだったんですよね。でも、これでも岩手の試合で僕一番のオチ覚えてるんですけど、もう完封勝利も逃しました。ほんで星野さんから1対0でチームが勝つっていうのも自分の若気の至りのせいで負けました。帰り2時間ほど仙台にバスで移動してる時に、片岡さん、バスの中でおならしましたよね。しかもあと5分10分でホテル着くでって言ってる時に、前から4番目ぐらいの席でおならしましたよね。バス窓開かへんかった覚えてるけど、はい、窓の開かない観光バスでしたよね。あと5分10分で着くのに、しかもすかしっぺかましてしまい、徐々に草草っていう声が後ろにだんだんやってきたんですよ。で、一番最後、一番後ろの田中幸雄さんが何これって言ったんですよ。ほんで、いや実はって言ったら、前から3番目か4番目の片岡さんが手を挙げて、悪いもうさよなら負けの、本当もう雰囲気悪いバスの中が悪臭で汚染されたという。あれでね、さよなら負け忘れられたやろ。あれ強烈だったな。